皆さん明けましておめでとうございます。今回は八代駅にやってきました。去年に引き続きオレンジ鉄道では新春企画として八代駅と和泉駅にてガラポン抽選会が行われました。今回の景品はスエトーポケットティッシュ、3等エコバッグ、2等列車型ボディバッグ、1等1日フリー乗車券、そして特賞としてオレンジ食堂のチケットが当たります。今回は新年最初の運試しということでそのガラポンを回していきます。それでは早速回していきます。今回は1人最大5回回せるので5回回します。ここでなんと赤色の玉が出ました。なんと1等の1日フリー乗車券が当たりました。ちなみに今回のガラポンは1回300円の5回で1500円で、このフリー乗車券は2800円なので1300円の得です。もう一つの開催地である和泉駅へやってきました。ここでもまだオレンジ食堂は出ていないらしいので回していきます。じゃあ行きます。早速黒色の玉が出てきました。ということでここでは3等のエコバッグが当たりました。ということで今回の動画はいかがでしたか。今回は1等を当てるといういいスタートを切れたのでこれからも頑張っていきます。では今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。